こんにちは、ありがとうございます。今回の動画は昨日のメンテ後から新しい指名契約権が2種類登場したということで、そちらの中からおすすめの選手紹介していこうと思います。まずはゴールデンボーイズから紹介していこうと思います。獲得おすすめする方は2パターンあって、まず守備の選手が少ない方は、まずサリバ一択かなと思います。ディフェンス能力もスピードもかなり振れるので、相当な選手になります。コンディション並み普通なんで、ちょっとそこが気になるんですけど、ここ以外は完璧な選手かなと思います。身長もあるしね。なんで守備の選手少ない方はかなりおすすめです。続いて攻撃的な右ウィングが必要な方です。まずドク。一瞬ドリブル、前振りがかなり強いんですけど、ドリブル系のスキル持っていって、ここもね、コンディション並み普通なんですけど、普通でもスカットに入れたい選手なんで、けど、POTW のサラーとか、無印起用右ウィングでできる方は、サラーでもいいかなと思います。で、もう一人ね、右ウィング枠で使いたい選手、テスト。ダブルタッチ、ワンパ持ってるんで、クロスもできるし、落下指定度が高いなんで、中切り込んでコンカとかもできるかなと思います。なんで、個人的には、テスト、かなりいいかなと思います。両サイドバックできるのもねポイント高いんだよな。テストはこれから育成しようと思うんですけど、かなりおすすめの選手です。続いてもう最後になっちゃうんですけど、ブラジルリーグからジョルジアンでアラスカエタ、チャンスメーカーのスーパーサブなんですよ。前回の2列目持ってるっていう、そういう方は取らなくていいと思います。前回取れなかった方はここでね、コンディションの波小さいでスーパーサブ持ちでダブルタッチスルーパス持ってると、トップ下で使いたいね。期間中に星5指名契約権切れちゃう方もいると思うんで、その方はねこの4人から選ぶのがいいかなと思います。で、詳しいタレントデザインなんか別動画で投稿しようと思うので、そちらをご視聴お願いいたします。ということで今回はね、手短に終わりたいと思います。最後にチャンネル登録、高評価していただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。